ハノイリビングの田口です。今ね、私が立っていますのは、530号金馬ですね。ちょうど弊社のビルがここに DMC タワーというのがね立ってますけど、はい、この通り沿いですね、日本人の単身の方々が住んでるアパートがいっぱいあります。これも最近できました。はい、で今もね、ここももう多分アパートに変わるんでしょう。もともと誰かのベトナム人の方の家でしたけども、はい、今改装してアパートに多分変えてるんだと思いますね。で今日はね、はい、この中でオフィススペースを紹介します。オフィスってなるんですけど、はい、狭いねオフィスです。うん、でそれはもともとアパートの部屋として貸していたんですけども、まあ1階部分なのでオフィスとして使ってもいいよということで、特別にオフィスのスペースとして出してくれました。はい、このアパートですね。アプリコットっていうね、あ違うわ、これローズマリーだ、ローズマリーというアパート。はい、ここの今シャッターが閉まってますけどもね、ここなんですよ。これここシャッター開けて普通に出入りできます、こっから。でリビングとベッドルームがあって、本当はここはアパートなんですよね。全部アパートです。日本人がいっぱい住んでますが、1階のここだけは30平米と狭いのでオフィスとして使ってもいいですよということで、はい、話を聞いてます。はい、ちょうどね弊社のお客様がいらっしゃってね、それぐらいのところでグロスを下げてちょっと家賃を抑え気味の、はい、オフィスを金まで探してるんですとおっしゃってるんで、ここはどうかなということで今取らせてもらってます。はい、そうですね。ちょっとこう入り口がこういう指紋認証とか暗証番号、カードキーをかざして開閉して、ここから入っていただくこともできます。この先のこの1階ですね、ここですね。はい、じゃあちょっとねどんな感じかね、はい、今からね、明かりをつけて撮りますね。はい、じゃあこれから部屋ですね、撮りますね。部屋というかオフィススペースですね。はい、ここもともとはまあ日本人の単身の方がよく住んでらっしゃるサービスアパートです。535金馬ですから、はい、ここに、住んでる方のバイクとか自転車があってね、はい、でここにはい、エレベーターがあって、この上にこう部屋に上がっていくと、そんな感じです。受付にはこういう方がいらっしゃって、うん、で開閉するときはね、指紋とか暗証番号で、はい、開閉して入ると、はい、これがサービスアパートの受付レセプションなんですよ。で1階部分をこれね、ここももともとサービスアパートの部屋ですよ。だから普通に部屋のような家具が全部ありますが、ここをオフィスとして使うという選択肢も OK だということです。はい、オフィスとして使うんであれば、この貸主側は細かいね、ここでオフィスで使うということは会社の登記をしなきゃいけないんで、会社を設立するためのいろんな情報を出さなきゃいけないんですよね。うん、建築上問題はないかとか、消防法上問題ないかとか、いろんな、はい、ここの土地建物の、まあ、契約書類とかね、全部ですよ、すべて、出して、正しい建物の中に、オフィスを作りますと、正しいかどうかっていうことを、ちゃんと判断させなきゃいけないんで、そういう書類がいるんですよね。でここの、まあ、ローズマリーっていうサービスアパートはしっかりしているので、その書類は出せます、いいですよということなんですよね。でここはアパートだけどオフィスとして貸すなら、まあ、平米単価18ドルで貸しましょうと言ってくれてるんです。はい、平米単価18ドルっていうのはこの金馬の中ではだいたい平均すると平米単価は20ドル超えるんですよね。24とか22とか、はい、平米単価18っていうのはほとんどないです。平米単価20ドルを切るっていうのはなかなか出てこなくて、アイコン4っていうね、ちょっとまっすぐ行った V タワーの斜めはす向かいに立っている、オフィスビルが V タワーっていう、アイコン4っていうんですけど、あそこで平米単価20ドル、ああいよいよ20ドル台ちょうどが出てきたかっていう話なんですけど、ここは平米単価18で貸しましょうと。でオフィスとすれば100平米とかで切りたいんですよ、本当はね。あんまり小刻みに刻まれたくないんですが、まあ50とかそういうね、60とかっていうのは出てくるんですけども、でも平米単価は20ドル超えます。
でもここは平米単価18ドルで、でここは30平米なんですよね。はい、30平米。本当にこじまりとしたオフィスです。うん、で、これまずね、イメージしてほしいんですけど、こういう机とか椅子とか、これダイニングテーブルですよね。これはソファーセットですよね。こんなのは全部撤去です。はい、今ここにこう積んでますが、コーヒーテーブルとかテレビとかウォーターサーバーとか、これ全部アパートに必要なものなので、冷蔵庫も撤去です。はい、でテレビも撤去です。でもう少し言うと、このベッドももちろん撤去です。これがあったらオフィスちょっと狭いですよね。はい、あとはこういうクローゼットもあるんですけど、まあ、多分これも撤去しないと狭くなりますよね。はい、ここのスペース、ここのスペースと、でこちらのスペースを使ってオフィスとしてここ登記をしていただいて、住むんではなくて会社としてここを使うと。はい、でキッチンなんかももともとアパートなのでありますよね。まあ、IH のクッキングヒーターなんかも一応それ備わってて、これを引き剥がして持っていくわけにいかないんで、これはあります。水道も出ます。ちょっとした調理だったらここでできると、はい、いうことなんですよね。でこの靴箱なんかも多分もうどうかな、靴箱置いといてくれっていうふうに言えばちょっと置いてくれるかどうか、そこは交渉ですね。はい、30平米。あとはエアコンはいりますよね。当たり前ですが、オフィスでもエアコンはいりますから、ここにダイキンのエアコン1つで、まあベッドルームにもう1つありますが、あ、これパナソニックか、パナソニックですね。パナソニックのエアコン、これは置いときます。これは置きます。はい、このあとはこういうサイドのね、こういうものとか置物とか、こんなの全部出します。でお手洗い、ちょっとこれ今便座の蓋がね壊れてますが、ちゃんとこれ直しますけど、はい、便器はちゃんとあり、で洗面もあって、バスタブもあります。これは取るわけにいかないんで、はい、なのでまあお湯も出ますから、まあちょっとお部屋、オフィスですけども、シャワーも使えますよということなんですよね。うん、本当にここの1階で30平米と、まあこじんまりと狭いんですけども、どうでしょうかということです。ここはもう535の金間ですね。はい、目の前がちょっと今工事してますけどもね、またおそらくアパート建てるんでしょう。はい、あとはもうこれまっすぐ行ったらもう富分スーパーとかありますから分かると思うんですけど、本当にね、金間のど真ん中に立っているサービスアパートの1階、これをオフィスとしてどうですかということなんですよね。はい、ちょっとそういうご提案です。弊社でね、お客様が今いらっしゃってね、引っ越しを、オフィスの引っ越しをしたいんですと、うん、でまあ曲がりをしているような感じから、もうちゃんとした自分たちのオフィスを持ちたいと。ただね、ただそんなに広いオフィスはいらないんですよ。でなるべくこう初期投資を抑えたいし、ランニングコストも抑えたいと、うん、なるともうこういうところになってくる。でオフィスだったら普通はスケルトンですよね。うん、ガランとしたこう本当コンクリートむき出しの部屋、そこから内装費をかけて、いろいろね、間仕切りを切ったりやっていくんですけど、もうここはアパートなので、はい、人が住んでいた部屋ですから、そこを全部ガラクタというか余計なものは外に出して広くして、30平米とちょっとこじんまりしてますけども、はい、そのまま使える、まあ、椅子机なんかはちょっとご用意していただかなきゃいけないと思いますね。それは必要ですけども、それはご自身で用意してもらって、こことこのスペースとこちらのスペースと2つ、ちょっと緩やかにこの扉で、まあ塞がりますけども、まあ、一応開けといていただいて、はい、こんなままでここを30平米のオフィスとして使うと。はい、エアコンももうついてます。はい、エアコンの故障とかはここの、まあ、アパートの持ち分ですから、ちゃんとメンテナンスもしてくれます。はい、どうですかね、どうでしょう。金場の真ん中、日本人がたくさんここの辺りに住んでます。はい、単身者もいっぱい住んでいる。はい、こういうところにオフィスを構えるっていうのはなかなかね、はい、日本の方との、まあ、交流というか、日本の方とすれ違うケースが多いので、まあ、一つここでねオフィスを構えるっていうこともありかなと思いますね。うん、
どうでしょうかね、本当こじんまりとしたオフィスで、あんまりこう内装費とかにかけれないんですと、お金はね、なるべく安く、できればゼロでみたいな内装費は。狭くてもいいんで、ちゃんと会社登記ができる、そういうオフィススペースを探しています。金間エリアでって言われたら、ここがまあ結構筆頭に上がってくるかなと。はい、単純にここね、もう100平米借りようと思ったら、平米単価18ドルですから、100平米のオフィススペースは、1800ドルになりますよね。でも最低でも平米単価20ドルっていうのが多いので、100平米だったら2000ドル。大体それぐらいの家賃なんですよ。100平米ぐらいのね。はい。7、8人、10人ぐらいまでのオフィスで100平米で、若干増員したところでね、人が増えても吸収できるぐらいのちょっと広めのところで始めようかっていうと、100平米っていうのは一つの基準なんですよね。平米単価、金間だったら20ドルっていうのは最低ラインですから、2000ドルはどうしてもかかる。ちょっと安くて18ドルっていうところも一部ありますけど、そこでも1800ドル。でもここはね、そこまでちょっとグロスでね、家賃を払えないという場合は面積をちっちゃくするしかないんですよね。でここ平米単価18ドルと言ってくれてます。はい、内装費はほぼかかりません。綺麗なもんですよ。で、それで、30平米ですからだいたい550ドルぐらいですかね。はい、税金込み でインターネットなんかも全部これ使えます。インターネットの利用料も込みで、インターネットの利用料も込みで550ドルぐらいで、この30平米の部屋をオフィスとしてどうでしょうかと。はい、もちろん税金込みですから、はい、レッドインボイスに代わる納税証明もちゃんと出してくれます。なのでここの家賃を会社の経費として落とすことはもちろんできます。はい、そういうのをちゃんと発行してくれますので、はい、ここのオーナーさんはちゃんとしっかりしてるんでね、貸主さんはしっかりしてるんで大丈夫です。はい、こういうのが金間のこのエリアにあるということですね。はい、いかがでしょうか。